ヒーロー考案委員会が立ち上げたヒーロー化生徒によるプロヒーロー不在地区での実務的ヒーロー活動推奨プロジェクトにより、僕たち UA 高校ヒーロー科1年 A 組の生徒20名は、本州から遠く離れた島、ナブ島でヒーロー活動を開始した。だが、島民である島野勝馬くんの個性を奪うべく、ヴィランがナブ島へ来襲。僕ら A 組は、全員で力を合わせてヴィランを撃退。どうにか島の人々を守り抜くことに成功した。しかし、ヴィランとの戦いで受けた島の被害は存外に大きく、プログラムの終了期日まで島に残って復興作業に従事することを決めた。困っている人たちを助ける、それが僕たちヒーローの務めだから。かっちゃん、島の人たちからの差し入れ。そこに置いて、さっさと失礼。またそんな。いただきます。はっ。おいしい。おい、草田君、なんでそこに座って飯食ってんだ。早めに食べて、鈴村さん家の屋根を直しに行きたいんだ。予報だと明日雨が降るって言ってたから。急いでんなら食いながら行きやがれ。そんな行儀悪いことできないよ。この島では僕らはヒーローなんだ。島民の皆さんや子供たちが見てる。ちゃんとした姿を見せないとね、かっちゃん。なんで俺に同意を求めんで。その言い方だとまるで俺がちゃんとしてねえみてえじゃねえか。そういうつもりじゃ。喧嘩売ってんならいつでも勝ってやれ。とことんやってやるぜ、これ。って待って、ほら、病み上がりだしね。今復興もさ、クソデックのくせに。デック、覚悟。あれ、マホロちゃん。大変なの、鈴村のおばちゃんが屋根から落ちちゃって。鈴村さんが屋根の修理をしてたら足を滑らして。それで怪我は。すごく痛そうにしてて、でも診療所に誰もいなくて。わかった、教えてくれてありがとう、まほろちゃん。かっちゃん、飯田くんたちにこのことを伝えて。てめえが行け。僕は鈴村さん家に行って様子を見てくる。うん、お願いでく。爆豪も早く行きましょう。だから指図すんじゃねえ。ワン・フォー・オール・フル・カウル、常時 8%。 考えろ、緑谷伊豆。リカバリーガールはもう島から離れたし、携帯はまだ使えない。鈴村さんを背負って A 組事務所に行くか。けど、むやみに動かして鈴村さんの怪我が悪化したらまずい。どうする、どうする。デク兄ちゃん。カズマくん、どうしたの。デク兄ちゃん、そんなに慌てて。そうだ、カズマくん、僕と一緒に来てくれない。どうして。鈴村さんが怪我したらしいんだ。え、怪我の具合はわからないけど、最悪の事態を避けるためにも一緒に来てほしいんだ。カズマくんの細胞活性の個性があれば。でもカズマくん、デク兄ちゃんたちに個性を使った後、何回か試してみたけどうまくいかなくて、だから僕じゃ役に立てないかも。そうか、個性も発現したばかりでコントロールの仕方もわからないんだ。それでもいいから勝間くんに来てほしい。一緒に鈴村さんを助けよう。デク兄ちゃん、うん、分かった、僕行くよ。ありがとう、勝間くん。鈴村のおばちゃん大丈夫？うん、気絶してるだけで命に別状はないよ。でも左足はかなり腫れてる、骨折しているかも。そんな。勝間くん、鈴村さんに個性使えるかい？でも僕、うまくいかなくてもいいからやってみて。うん。勝間くんの個性、細胞活性。体内にあるあらゆる細胞を活性化し、新陳代謝を促す。飯田くんたちが来るまで少しでも聞いてくれれば。ダメだ、うまくできない。
諦めないで続けてみて。何度やってもダメだったんだ。やっぱり僕は。僕とかっちゃんはあの時君に助けられた。君が助けてくれたからヴィランから島の人たちを守ることができた。カズマくんならできるよ。一緒に鈴村さんを助けよう。テク兄ちゃん、僕もう一度やってみる。いいぞ少年。テク兄ちゃんとバクゴーさんが島の人たちを助けてくれた時のように、今度は僕が助けるんだ。ヒーローのみんなが最後まで諦めずに戦ったように、僕も諦めない。ヒーローは絶対に諦めちゃダメなんだ。カズマくん、個性が、できた、できたよデク兄ちゃん。やったな。ありがとうカズマくん。でその後、飯田くんが診療所の先生を背負ってきて処置してくれたからもう大丈夫。連絡してくれてありがとうかっちゃん。聞いてもいねえこと勝手にペラペラ喋ってんじゃねえぞ。ごめん。けん、しかしあのクソガキの個性使えんな。うん、勝間くんなら訓練してもっと個性を伸ばしていけると思うよ。ワンフォーオールを使いこなせてねえてめえが言うな。それは今はそうだけど、でも絶対にこの個性を自分のものにして笑顔で人々を助ける最高のヒーローになるよ。成長が鈍いんだよ。さっさとものにして俺と戦え。俺、オールマイトをも超えた完全無欠のナンバーワンのヒーローになんだからね。うん、頑張るよ。ヘラヘラ笑ってんじゃねえ。やれ、今すぐやれ。今すぐちょっと無理だよ。いいからやれ。鈴村のおばちゃん、松葉杖で歩けるようになったって。よかった、すごいね勝間の個性。そうかな。私が怪我した時もよろしくね。怪我しないようにしよう。そうだね、気をつける。あのお姉ちゃん。何？前に言ったよね。それに私ヒーローよりもっとかっこいい人知ってるもん。誰？お父さん。私と勝間のことをいつも考えて守ってくれてる。勝間にはそんなかっこいい人になってほしいな。僕強くなる。お父さんとお姉ちゃんを守れるくらい強くなる。勝間、それにできればもっと多くの人を守りたい。デク兄ちゃんやバクゴーさんのような絶対に諦めないかっこいいヒーローになりたい。そっか、それが今の勝間の夢なんだね。うん、なら叶えないとね。頑張れ勝間。ありがとうお姉ちゃん。